お願いします。おー、まだせーの、ドイ。おー、終わった。バガオン近いな。完全に終わり。716番、685番、251番。おいいじゃん。まだいいね。よし、ここで取り決めをしよう。朝から玉ありかなしか。ありでいいよ。ありじゃないとこの人数感やとダメだと思う。はい、入場します。はい、イエーイ。お願いします。います。結構不安なんよね、この番号あたりがパチンコありってなると。いや、結構下の階降りてきてる人おるな。ごった返しような。たまにも結構でも人流れてるから、ちょっとバラエティ投稿します。ドリフとか埋まってるし、海も埋まってるやん。ダメだなこれ。下行っとけよかったがこれ。いやー、しくったな完全に。いやもうこれ上やわ。これ俺も玉行った方がいいんじゃ。いやでもね、俺がスロットの可能性を捨ててどうすんねやと。よし、心は決めました。オキドキ行きましょう。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。お願いします。685番でございます。うおって、人気のなさそうなパチンコエリアに行くしかない。開いてる。まさかこの番号で神台をゲットできるとはな。世間的に神台じゃないみたいだけど。スーパー海物語イン沖縄5、夜桜挑戦風。総取りに挑戦風巻き起こします。行きます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、総取り神奈川久しぶり、やるんだろう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、一回もこんな埋まっちゃうんだ。いや、早く取んなきゃな。まずい。海物語 in 沖縄行きます。おはようございます。おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の島尾です。セブンズ TV メンバー人間体感キバラスです。東西街道連のトリです。というわけで、本日は神奈川県横浜市戸塚区神谷部町付近のお店にて総取り。レディースエンジェントメン、セブンズ TV ニュープロジェクト総取り。セブンズ TV チキチキで玉争奪戦、罰ゲームもあるよ。今回の企画は3人で様よきそう出玉バトン。1位の人が3人の出玉を総取り。2位の人は特に何もありません。ただ最下位の人には罰ゲーム。というわけでやってまいりました、はい、総取りでございます、はい、で本日の抽選参加人数が大体850人から900名様ぐらいですね、うんうん、っていう中で抽選番号良かった順に発表していきたいと思いますと、はい、と言いつつ枠が一番抽選良かったです、はい、251番。素晴らしい、素晴らしい、はい、いやいや、ありがとうございます。拍手の方は全然大丈夫だ、大丈夫だ。まあ1階フロアと3階フロアがあるじゃない、ここの店はね、はい、まあやっぱり3階フロアの方がスロットの設定とかも、うんうん、結構意識できるかなと思って、うん、3階フロア行ったんですけど、3階フロアの液晶付きのパチスロが全部埋まってて、うん、で、うわ、やばいわって思って1階行ったら、1階の液晶付きのパチスロももうちらほらガン埋まりしだして、うん、これもうどうしようって思って上上がって朝一撮ったのがオキドキビューです。ほらね、ほら、ね、芝生待ってる時間っすか。芝生何撮ったかなって言ったら、うん、オキドキビューだよ。もう分かってた。すごい読み、あいつ今ハマってるから、うん、オキドキビューだよ。これでしょみたいな。まああとハマってるのもあるけど、やっぱ朝一の甘さ、うん、でプラス今日はまあパチンコありって朝一から言ってるから、まあ、このリセットだけしゃぶり尽くした後、そこパチンコ行くっていうことも無事可能ですから、ね、確かにね。そうそう、とにかくスロットの映像を見せたいっていう気持ちと、リセットの甘さっていう気持ちが交錯した時、俺の勝利が確定するみたいな感じで今日は頑張っていこうかなっていう感じで、私はオキドキディオスタートでございます、はい、じゃあ2番目に抽選会だったわけ、はい、685、もう急に上がったすごいでね、パチスローはもう、まあ、無理なんで、一番最初に目があったパチンコにしようと思って、うん、もう選べないじゃん。で、一番最初に目があったのは海物語夜桜挑戦風です。あー、そんな気がしたわ。神台認定した。あんなに神台なのに開いてた。じゃあ君を格付けばね、世間に知れ渡ってないわ。伝わってない。あ、じゃあもう今日改めてあの格付け結果がいかに正しい結果だったかというのを証明したいと思います。まあ総取りだからプレゼン動画じゃないから、ね、戦ってというわけで次が最後、ワルさん。はい、私番号が716番でした。もうすごいよねこの。はい、もうめちゃくちゃでしたね。で、入場してその1階のねバラエティーコーナー見たら、うん、1台開いとったんよ。あ、マジで。マジラブ城2プラス。あ、行ったマジで。さすがに総取りでまたラブ城2プラスっていう、それプレゼンしきれんぞと思って、さすがに。違う、プレゼン動画ではないからねこれは。プレゼンできんぞと思って、もう我慢して2回上がりまして、はい、パチンココーナー、うん、直感的に芝生が大きスロかなって
って思って、でゆとりがもう目に入ったんだ、うん、あ海物語かと、うん、私、うん、取ったない、うん、スーパー海物語 in 沖縄入る、すごい今日沖縄決戦だってもう亜種だもん俺から沖縄ファイブの夜桜だから。そうなんだ。あれ沖縄ファイブだから。今日すごいぞ。常夏だね。8月28日。ラスト最後の収録。特別な夏になりそうだな。クソ雨。まあ、そんなね、常夏な実践する我々に朗報が1個ございます。昨年の10月、11月ですかね、はい、私のいないところで、うん、あなた方2人がまあごちもりで100万再生の動画、はい、おばあさんが3本撮れなかったら全員坊主にするぞ、でそれがなんとほんまに昨日達成しました。すごいね、よかったね。俺らで勝ち取った。いやー、皆さんのおかげでもあるんだけどね。まあ、いてくれた皆さんのおかげなんですけれども、はい、3人が坊主ということになる予定やったんですけれども、はい、まあ、それが回避というわけで、はい、まあ、その後ね、我々もね、本日の罰ゲームいろいろとね、吟味吟味した結果、坊主全員回避したということで、今回の罰ゲームは坊主というわけでございます。3人じゃなくて1人だけ。その呪いは解けずに1人だけ。そうそう、まあ、生贄を差し出せ。だから何で決めんねん、総取りやなっていう。あー、なるほど。ね、うちはね、今回の罰ゲーム坊主になりそうっていうふうに、奥さんの方に言ったら、髪の毛入るまで実家に帰らせてもらうっていう風にラインが来た。重いな。俺はね、もうすでに1回やっちゃってるから、俺の坊主が一番動画的にまずい。あるもん俺の坊主。正直今日に関してはさ、うん、最も運がいいやつが勝ちそうだな。そうやな。かなり運ゲーだね。シンプルに、うんうん、設定うんぬんとかではない、うん、ただただ運がいいやつが勝つ。もう俺らは運で坊主だ。運次第だ、うん、だから俺ね、今日ね、あのセブンズで負けてない時のね、全ゲンを担いできてるからって。もう全完璧なんだ。原価次からと。俺特に何も担いでないな。俺もなんかそのマイクが違うから音声が心配だなっていう。あったから最悪だもん。そうそうそう、君そのマイクがちゃんと取れてなかったらシンプルにそれはそれで坊主にしたもん。行こう。はい、というわけでですね、本日は髪の毛をかけた戦い、こうご期待ください。それでは実践パートへゴー。はい、それじゃやっていきましょうか。朝一はオキドキリオと負けられない大きい海決戦、こちらは花ですわ。髪の毛関連の罰ゲームはやめてほしいんやけど、ありがたいことに100万再生ワロさん関連でね、3本達成しましたから、皆さんも早く坊主になれっていう気持ちもあったと思うし、そういう意味合いでは今回の罰ゲーム仕方がないかなと思うんで、魂のレバーで勝ち取っていきたい。まあまあ、時々朝一リセットしてたら、朝一の当たり方でこのシーサーちゃんのね、光るやつでなんとなくテーブルが分かって、なんとなくどこまで打ったらいいかとか、もうやめた方がいいかとか分かるんで、いきます。行こう。花かな、いらっしゃー。まあ、お気の毒ね、あの僕もまだまだビギナーなんですけど、だって1回当たるまでは有力化なんてつかないんで、まあさすがに今日ら前理性やなとは思っているので、まあ朝一早い当たりもありえるのかなと思います。朝一チャンスモードやったら168ゲームかなんで、まあ有力化上がるのがレア子役以外からやと 60% ぐらいやったっけな。で朝一のモードも一番濃いところが、要は朝一チャンスで、まあとがビー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 って続いていくっていうところが一番濃い。まあ他にも朝一は通常 A やねんけど、次回が天国準備やから2回目だったら天国よっていうモードもある。薄いっすけど、まあ 8% とか 7% とかで結構しんどいモードにも行きがちなんで、まあその辺はこの C ちゃんとサー君でね、ある程度判別したいところがあるんですけども、ただやっぱりね、この背中だけを映しているカナハナのね、エロスっていうものと俺のパトスっていうものがね、ドッキングしたらまあ負けんと思う。まあ今日はもうほんまに頭から意思格闘技戦なんで、プラッティオがマイナスであろうが僕もパチンコ行く可能性はあります。まあ逃げのパチンコとか攻めのパチンコとか、いろいろとね、比喩表現はあると思いますけれども、やっぱりワロさんにね、おいし53ゲームなんで、これチャンスモードじゃないかな。 OK ビッグ2000。はい、終了。左側だけが点灯なんで、これが奇数テーブル期待度 80% です。でボーナスエンドの画面で、まあ、次回のモードの示唆とかやってるんですけど、まあこれ通常ですね、朝一奇数から始まるおそらくチャンスモードであろうモードっていうのがテーブル5かテーブル13で、この5と13の選択率なんですけど、5が 5% で13に関しては 20% あるんで、おそらく13でしょうと。で13やったら何がええねんっていうと、頭がチャンスでこの後がずっと通常 B になるって感じです。だから当たれば 50% で天国。うん、とにかくもうほんと、おっ早っ、36ゲームや。え6、こういうので惑わされがち。持ちコイン嬉しいね。これモード B やった場合は 50% で天国上がります。
はい、左か。やっぱもう奇数テーブルだよってずっと台が言ってくれてる感じなんで、まあ奇数テーブル。え、ここはちょっとドキドキの32ゲームか。もう上がってる可能性はあるから、まあさすがに 5% と 20% なら13やと思いたいけどね。テーブル1とか間違えて選ばれてたら地獄よね。一応設定変更後 6.9% あるわけですから、たまたまモード A ですっげー早い初当たり引いちゃったみたいな、それは死んじゃうんで。はい、残念、32ゲーム消化です。で、動画見てる皆さんからしたらやっぱ僕はもうサタンみたいなもんなんで、負けろ負けろと、思われるかもしれないですけど、ごめん、その期待には応えたくない。鼻から負けなんて考えてないし、勝つことしか考えてないんで、常に上に上にやから。だから今日も唯一スロットを取れてる人間ではあるんで、勝ちおごりたい。まあ、どんな手を使っても勝ちます今日は。とにかく罰ゲームが重すぎる。まあワイフも家帰るとか言ったら冗談やと思うけど、家族に嫌な思いはさせれない俺の所業で。だから勝つ。おー、よかった、1万円投資以内に光ってくれましたね。8000円、324ゲームレグかー、まあ、天国上がらんとちょっとレギュラー比率高くなる台ではあるっすからね。まあ、何にせよかった、とりあえず1万以内で3回目の誓り、勝利への誓いに変えていきたい。まあ、両方ついて通常画面か。32回転目、まあそんな気がしたけど、いや B やと思うんやけどね。こうされると不安になっていく。はい、ということで総取り打っていきます。いやもう時々海物語2台って夏に浮かれすぎでしょ。夏に浮かれた媒体になっちゃってる。まあ、今日はもちろん総取りだけど、このスーパー海物語 in 沖縄5夜桜超旋風を座ったからには、こいつが神台であるがゆえんっていうところを見せないといけないと思ってる。これはもう神台格付けでほぼ神台と認定した俺の責任でもあるわ。職務を果たすつもりでいる。いかに俺の格付けが正確であるか見せていく。俺のやる気についてこれてないけど見せていく。神台の証明をするイコール1位だから、できれば1万円以内にあってそこで決着つけたい。初当たり1万円以内に2万発やったことない。2万発今日やる。で、今日罰ゲームが坊主なわけじゃん。もう俺の坊主別にみんな飽きたでしょ。だって1回やったじゃん。俺もやる必要なくない？やってない人間が負けるべき。正直今んとこね、あんまり負ける気してない。まあいつもそうなんだけど、俺パチンコ得意だからね。だって総取り以外も含めて俺が朝からパチンコを打った回多分勝率ものすごいもん。実は俺が一番パチンコうまいから。右、うん、いいね。キュイって戻るチャンス目は珍しい。熱いのか知らん、あんまりない。うーん、箱かクラゲー。このリえタッチ、はい、クラゲじゃ無理、ストップ。あのリーチは当たらん。最初ちょっと雰囲気悪いかなと思ったけど、マジで気のせいだったら想像してたよりかなり雰囲気。今5000円使ったんだけど、5000円使って急に頭の中に出てきた数字は100だった。なにこれ。これはね、想定外、想定外のラッキー。お、いきなり黄色いきなり色違い。赤があるんだけどね、この上に。やっそワンちゃん生まれた。6割、でも断っていい。オッケー、あぶねあぶね。279ゲーム、投資が16000円。あんなんでも当たるんよ。もう魚群さえ出れば当たるわけ。一発目の魚群で当たったわ。幸先やっぱ調子良くない日は一発目の魚群外しちゃうんよ。今日は調子いい。さあ行きましょう、超旋風ラッシュ。 90% 継続ですから。でここで大事なのは、継続させることはもう当たり前なんだけど、それよりも 20% の10ラウンドをいかに引けるかっていうところ。はい、ナイス魚群。でここでブチュンってなればね、10ラウンドなのよ。ボン、うん、なんない。この超旋風ラッシュで片付けるわ、終わらせる。オッケー。おー、ちょっとまずいぞ。え、まあ、まだあるんでね大丈夫ですけど。うわー素晴らしい、これ初めて見る俺。アニメ魚群こんなのあるんですね。これ10ラウンドあるんじゃないの。うわ、やっぱり10ラウンド。よくできたパチンコ、マジ面白いわ。ハイカラ革命起こってる。オッケー、サクラビスカス。お、プッシュはあんま出ないんだけど、泡か。オッケー、この絶妙なバランスね。今のは外れる方が多いんだけど、言ってくれましたね。
オッケー、こんなの見たことない。ドアップだったもんね。泡だけどもちろんビタ止まり。ワンチャン10ラウンドあるか。ない。ナイス放流連ネクストマックス。来たわ来たわ。10ラウンド確定。先走り魚群から10ラウンド。このねプチュン、これが気持ちいいんだ。やばい、バッテリーがあと5分で切れてしまう。あと50分連チャンする予定だからバッテリー変えないといけない。次のあたりで変えるか。魚群出していこう。出ない。あーマジか。さあファイナルチャンス。もうこのタイミングで心色が変われば 100% もう俺の中でマイテッパン。あ変わらない。タッチが出ればマイテッパン。かなりまずい。おい、なんとかなったわ。こいつ連チャンしたがってるわ。バッテリー変える。バッテリー変えてる間にもう一回当たったわ。このスピード感だーバカだ。またファイナルチャンス。緑変わらない。タッチボタン、もう一度くぐんねえと。はい、ガーだー。なんとかなってくんねえか。ボタンがヒューって出てくれば出てこないね。これで終わりか。4500発、500発プラスになったわ。はあ面白かった。バッテリー変えなくても大丈夫だったな。よし、とりあえず一安心。速攻で当てよう。おお、カメラ確認してた、光った。これがノールック。いや、レギュラーか。1万円ジャスト109ゲーム。今めちゃめちゃ巨大な音が鳴ってバッチびっくりした。あ、終わってた。あ、みんな忘れた。おい、でもこの無駄なレバーが連チャン誘ってんじゃないの。押した。 OK、 ありがたい。9ゲーム、苦しみからの解放。レギュラー、まあまあこれでおそらく上がったと思うんでよしとしましょう。はい、終了。通常のボーナスエンド102枚獲得。ここで終わられる可能性もゼロじゃないからね。そんなことになったら裁判沙汰よ。もしこれ仮に抜けてユーリックアンランプ切れなかった場合は単純にあそこで引いたっていうことでいいんやと思うね。え、7回目までいい。よし、そういうこと、まあ、全然もう関係ない。もう上がってる。ほいほい、かな光れ。お前のこの左太ももについてるタトゥーを俺に見せてくれ。294枚。おし、ナイス。10ゲーム、ビッグ。はい、終了。498枚。とりあえず30枚ぐらいプラス。これでもう一回だな。もう一回ビッグ当ててちょっと安定感、コウスケって感じになりたいけど。ラスト、おーい、やりやがったな、チキショー。ゆるからも消えた。もう最悪だ、マイナスだ。あ、スイカこぼしたか。おー、よかった。スイカこぼしからの力、スイカでいいでしょう。ビッグでござる。140ゲーム。当たりは関係ねえのよ。スイカやからちょっと上がりやすくなってる。通常 A でも30杯やもんな。有力感リセットされた1回目は C 君とサーちゃんの付き方が絶対デフォルト以外になるんで、どこにいるかっていうのがなんとなく絞れるようになる。あ、両方点滅や。チカチカ点滅やとテーブル10から16確定なんで、これはモード B 以上示唆なんで、でさらにスイカで当たってるんで、もしかしたら天国上がってるかもしれない。32ゲームですこれで。なのでおそらく、来たわドキハナチャンス。クソ熱い、世界最強のチャンスの いテーブルとはいえ、ここ仕留めれるのと仕留められると全然違う。このドキハナチャンス赤いともうすでにチャンスとかもあるんですけど、次ゲームで成立した子役に応じて当たりとか抽選してるらしい。当たれば天国以上なんですけど、33番でドキドキ。レア子役立てばもう確定。ここよね、ここでチェリー頼む。ハナちゃん、カナちゃん、ウェイキャップ。あ、普通だ。お尻ミスった。え、失敗今ので。俺今最悪なことしたよね。全然見えてなかった。もうマジで左右にチェリー止まるしか狙ってなかった。もう忘れよ。今日1回やってたし、モード変えてみるかな。沖縄モードにするわ。夏に浮かれたモードにする。ん、なんか動きおかしい。あ、動きがおかしい。いいんじゃない。はい、チャンス目2回目、チャンス目3回目。これめっちゃ熱いでしょ。え、プッシュ。ラーメン。はい。お、いいんじゃない。え、逆行っちゃったけど、帰ってっちゃったけど。はい、ナイス。魚群こいつはもらったわ。どう考えてももらった。完璧すぎる。何回も見る魚群。え、ストップ。オッケー。
133ゲーム持ち玉でございます。今日絶対勝つ、一箱残ってるわ。これが神代夜桜挑戦風。とりあえずさっきの出玉は超えよう。行くぜ行くぜ。よし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 、まずはサクサク当てて勢いづけていこう。勢いが大切。 OK。 ちょっとこの辺り終わったら一旦打ち出し止めて箱を変えるか。箱を変えよう。ここでさっきね打ち出しを止めていいタイミング調べといたから、ここは大丈夫らしい。ありがとうございます。よし、さっきドタバタしてたんでこうやってスムーズに変えていく。あれえ、これちょっと時間置いちゃったから流れ悪くなっちゃってる。今すでに打ち出し止めたこと後悔しだしちゃってるんだけど、後悔させないでくれ。色は変わらずタッチじゃない。え、いやマジ勘弁してほしい、マジ勘弁してほしい。うわうわ、これは俺が悪いわ。打ち出し止めた俺が悪い。もう二度と打ち出し止めないわ。うわ今のだって絶対打ち出し止めてなかったら当たってた。今みんなが思ってる50倍後悔してる今。俺自分で言ったのにね、勢いが大切だって。もう勢い止まっちゃったからな、あれで。マジでやっちゃったわ、素人みたいなミスしちゃった。 90% 3連で落とすって難しいでしょ。ということで中締めでございます。中締め行ってきます。後悔したまま中締め行ってくる。はい、セブンス TV メンバー人間体感機ワロスです。沖縄5。はい、では打っていく。じゃあハイミスカスモードいくわ。これが一番シンプルで気持ちがいい。はい、ではね、2万円目。189回ってるから悪くはない。決して悪くない。はい、3万円目。354回転回っております。生かさず殺さずな感じ。というわけで中締めでございます。はい、さあ熱戦の沖縄実戦でございますわ、はい、抽選の良かった順に今の現状を報告していこうと思います。はいはい、私オキドキデュオ売っております。未だにやめてないんだ。やめてます、ね、リセット恩恵だけではなかったのか。いや移動ができ、うん、本当は移動したかった。移動したから現在が投資が1万円、はい、持ち玉がまあ350万円ぐらいかな。なるほど、マイナス200万円くらい。200万円ぐらいかな、大体多分そんなもんやと思う。じゃあ私、はい、まあ、夜桜挑戦プル売ってまして、うん、投資が16,000円、はい、で持ち玉が4000発はないな、3000発はある。じゃあ早めに当たってくれたって。2回当ててます。あ、2回当ててんねん、はい、やっぱパチスロ YouTuber として当たりのやつ。いや違う違う、待てパチスロじゃん、今パチンコ YouTuber やから、まあ、だからこそ、うん、まあ、パチスロが取れなかった時ほどやはり頑張んなきゃいけない。確かに、ね、なるほど。でしかもどっちも違うモードでちゃんとやっぱ当たりを見せないといけないと思って。なるほどなるほど、はい、そういう企画じゃないからあでもよ、じゃあちょいマイナスぐらい、俺は同じぐらい、同じくらいかな。まあ、戦えてはいます、はい、なるほど。ということで、最後はね我らがワロス先生、はい、私沖縄5、うん、売ってまして、うん、まあ、あなたにね伊藤君言ってくれたんだけどモードがね、うん、4つあるんだ。全部モードで当てたろって思って打っておりまして、うんうん、今ハイビスカスモード、うんうん、当たりなし。お、投資が22,000円、持ち玉もちろんなし。いやもう、うん、絶句、びっくりしちゃった今無職だからね今パチスロ YouTuber のふりした無職だから、ね、もう何にも言えないこのままで終わるワロスさんじゃないでしょうし、ね、そうだね。遠いよ目がじゃあ、まあ、ワロスさんは後半もし代替えてた移動まであるかい。まあ言うても限界まで鍛え上げられてるわけではないから、うん、あ、そうだよね、変な限界パチンコ打つんだったら現状で戦った方がまだマシかなっていう、まあ、ユニコーンとか下手に入ってもね罠の可能性あるからねバッキバキの可能性あるから、ね、限界鍛え上げられるユニコーンはマジやばいからねそれでね、でラストライン勝ったらもうドライしようになるから、うん、じゃあもうこれ後半戦も熱烈の沖縄実践、ね、継続やね、うん、継続だな。沖縄から出れなそうだね出方がわからんでも別に俺中島だけどマイナス2万2000円だから別に全然まくれちゃうんだよね、うん、まあ、パチンコやったもんね。パチンコだし、うんうん、だから全然そんなもう絶対負けたとは思ってはいない、うんうん、あ、うん、全員多分勝つわこれ、行こう。え、全員勝つ、全員勝つ、うん、じゃあそういう感じでこっからはね全員勝つ実践を皆さんにお送りしていきますので、はい、後半戦もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、
中間発表1位か2位の男帰ってまいりました。神台継続して打っていきます。でワロさんが桜ビスカスモードで何にも起こんないって言ったから実力の差を見せつけるわ。一瞬で当てる。このボードだけねオキスロみたいというか花が光れば当たりで何よりも BGM が違うんだよね。おっと島歌なんですよって言おうと思ったらこれ暑いんじゃねえか。でもね夜が暑いっていうのは覚えてるから夕方だとチャンスくらいだと思う。一応ワンチャン生まれてるか。さあハイビスカスの幽霊が通って微妙な花びらが流れてきてこれはそんな強くなさそう。これ黒潮リーチの代わりか。ああなるほどね。とにかく夜になるのを待つモードなはずだわ。ういいいねいいね。夜は暑いぞ。でもここが満月だったら余計良かったぜ。さあどうだ。あー黒潮リーチ的な。あでもなんか出てきた。灼熱対灼熱。ダメだったっぽい。ダメだったことはわかる。でもなんとかなってなんとかなってストップ、うん、今絶対のボタンが良くなかったよ、うん、押した瞬間わかったもんな。ダメだったの。はい中締めから帰ってまいりました。めちゃくちゃ当たり前なこと言っていいですか。負け取ったね。負け取ったわ。ただズバ抜けて2人がむっちゃ勝ってるわけでもないんで全然まくる可能性はあると思ってます。はいではね4万円目515回転だから17ちょいくらい。はいではね続きましてが5万円目、まあ、この辺から慣れてくる投資に対してもう勝つ負けるではなく当てたい。それだけ。この沖縄の海の前で当てたい。はいじゃあ後半戦この抜け出せない沖縄地獄勝ちで終わらせたい。あのね思ったより差が離れてなかったですしワロさんも2万円ちょいの投資で済んでるんで人間大歓喜の力を持ってすれば2万2000円なんていうのはあっという間にまくってくるでしょうしゆとり君が確率以上に頭を引けてるあの相性っていうもので戦ってるんで俺はちょっともう口説くしかない。愛の言葉をささやくしかない。おいいフラッシュ来ましたね。今さっきの失敗を帳消しにするかもしれんフラッシュや。今のは特殊フラッシュ B ってやつなんですけどこれがねモード C をは D にいてる時の期待度ですね 61.7% です。次当たったらおそらくレンチャーモード上がると思うんで無限の可能性があると思ってる。そのための布石やったさっきのは。あ当たってた。ああよかった。テーブルをまた確認してましたね。618ゲーム。ただまあ投資が2万2000円なんでこれでワロさんとどっこいぐらいビッグでこー。はいボーナスエンド通常ですね。おそらく33ゲーム目にドキハナモードは来ると思う。その前に当たってくれ。ゲーム数のデータランバーミン。おし上がってる。おそらく上がってる。13ゲーム。うん、特に何も変わりはなし。99枚。こんな味噌カスみたいなとこで終わんなマジで。貢いだぞ22000円。 6.5 号機じゃねえんだからよ。しっかりと優しさで返してくれ。30ゲーム。31ゲーム。あーもうやめてくれ。心臓が高鳴ってる。32。もうあおいしょー。レバー始動。天井の32です。あ心臓が痛いよ。よっしゃよっしゃよっしゃ。じゃあビッグになったら OK。 もうオキスロは怖いのよ。スペック違うけどずっとチバリオがちらつきよんのよ。詳しくはセブンズの名古屋総取り罰ゲームうなぎ会議をご覧ください。はい終了です。いやー20ゲームまた超えてきたよ。おい21ゲーム。ハッピーかい。ハッピー。はい4連チャン目終了です。ここが今日最大連チャンス。超えたいよ。あ死んじゃうよ死んじゃう。最後32ゲーム。あ死んだ。はい最後の望みです。ドキハナ4連か。いやーもうちょい連チャンさせるつもりだったんですけどね。待てよさっきはもうほんまにスロッターとしてダメなことをした。 50% です。レア子役なら確定。ナビがない。レア子役の可能性まであるんちゃうんかい。リプレイ頼む。ポイズならへん。あよかった。あよかった。あ右の太ももに蝶のタトゥーの女。よかった。とりあえずこれでボーナスプラス1000個確定。まだよいしょ。
これ失敗してたら多分有力感も終わってたんで、首の皮、はい、597枚獲得。そして天国なんでとりあえず1回は安心です。すいませんね、あまりにも嬉しすぎてほんまに皿みたいな反応になっちゃったんですけど、罰ゲーム重すぎるから、こんなやつ隣来たら絶対嫌やって思う人いると思いますけど、ちょっと勘弁して。はい、14ゲーム、よし、 OK ビッグねえ、おし勘弁した。28ゲーム、よし、これだってこれで終わったらまたここ4連やもんな。天国引き戻して、天国4連ストップ台やんけ。なんやねんそれ。ラスト来い、殺したい。おー、また4連1000枚なんで多分ちょいマイナスかな。46枚貸し出しの2万2000円でしょ。12枚マイナスでちょっと飲まれてるんで、まあ50枚ぐらいマイナスか。うん、ちょっとモード変えますね。桜ビスカスモードにした途端ね、全のまれするは分母以上はまるわでかなり良くないことが起こり続けたので、実力の差を見せつけるわ。初心に帰って基本中の基本、このシンプル海モード、こいつで一旦様子見てからおそらくマリンモードに帰るわ。830ハマリ、やばいよ。お君愛してるのに全然伝わらんわ。どんだけおき海好きかっていうと、19歳の時に付き合ってた彼女の誕生日の買い出しに行ったんよ。え、これかも。この話知らないか。もう打たない、これで決める、やるぞ。ニカでもいい、もう今は当たりが欲しい、頼む。なんで合わないんだよ、もういいよ。止まれ、ダメか、きついて。で、その彼女とその誕生日を祝うために買い出しに行って、その帰り道に置き弓を打っちゃうくらい置き弓好き、隣同士で打っていて、で彼女が当たったんですよ。でその時にスワロスケンって、スルー限界すぎて電池開かないよって、どうすればいいのって言われて、僕はその時に海物語は右にもスルーがあるから右打ちしなって、それがその彼女に初めてあげたプレゼント。そういう思い出があるくらい沖海好き。6万円目、未だ当たりなし、878回転。急にウリンちゃん、ウリンちゃんって決めるしかないよな、もう910回転だぞ。大概にせえよ、やります。ウリンちゃん、ウリンちゃん、あ、マジ痛くなっちゃってる。え、これが破壊の衝動、怖いんだが、自分が自分でなくなるんだが。かなりまずいわ。中締め1位か2位だった男なのになぜかもう3万円失ってる。不思議でしょうがない。今413ゲーム、これかなりまずいね。嬉しいよ、レギュラースイカかな。いやもうほんまにスイカ取るの難しいね。オキスロ右側だけなんで偶数テーブルか。はい、残念、32ゲーム超え。まあ残り30分ぐらいなんで、30分の間にもう一発ボーナス当てれれば、まあ、中身のテーブルがなんとなく把握できるから、当たってくれ。早かった、57ゲーム、高速点滅っすね。 OK ビッグ。通常 BO は天国以上が確定するんでテーブル14じゃないかな。さっきのスイカで一発で上がらんかったもそうやし、うまいこと濃ゆいとこ取れてる。右かだけなんでやっぱ偶数ですね。ここが天国の可能性全然ありうると思う。おっし、上がってたっぽいな、やっぱり。よいしょ、レギュラー OK よ。18ゲーム、ここで落ちなければ間違いなくプラスで終われる。あ、終わっちゃってた。 B 以上濃厚なんでおそらく天国だ。続けてよかったっていうか稼働が高くてよかったんかもしらんな。あ、おい7ゲームセブンズ TV だぜ。まあ、ワロさんとゆとり君がどんな感じになってるか分かんないですけど、一撃でまくられるっていうね、恐怖感がずっと背中におるから。中島入るまでにワロさん当たりなかったですけど、ワロさんがねノーヒットで終わるわけないねんから。うちのエースよ、人間大歓喜よ、みんな大好きなゴツゴツさんよ、ノーヒットで終わるわけないじゃないか。それよか、俺はもう自分の収支がとりあえずプラスになったから、これで一歩断髪回避に近づいたと信じてるから嬉しい。おー、よかった。さあ、まだまだ、あ、今遅れへんかった、ちょっとマーベラス。おーし、同時点灯かな。
ビッカクジェイ。おいし、これがラスト。はい、だけど本日最大獲得枚数を更新して終了と、僕のターンはこれで終了です。お疲れ様でした。大変なことになってしまった。芝生くんとワロさんから LINE で延長告知来たわ。大変なことになってしまった。あと2分で当てないといけない。もしかしたらもうすでに終わっているのかもしれないけど、どちらにせよあと2分で当てないと終わりだ。これで当たったらなんとかなるけど、もうあまりにも弱すぎる。ダメだ、これで当たったら苦労しない。そんなバカな。3時になりました。どうなるか分かりませんが、まあもう僕はここで実戦終了流したいと思います。いやね、これだけはパチンコ YouTuber やっちゃいかんわ。当たりなしで、しかも本当にやっちゃいけない魚群なしやっております。あとね、残り30分頑張って打っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。マジこんなことあるの？スルーしてからのこれ熱いだろ、絶対に。絶対熱い。乗せまくるぞ。いけいけいけ、超乗り気、超乗り。これがガチ盛り、ガチ盛り来たか。1067回転、いけ。今日初めての魚群来たー。いけいけ。あこれ突角だよね。ジラッキー、ありました。はい、もう絶対に視聴者ではない地元のおじい様も喜んでくれました。1067回転、読んで、接近中、接近中、いいぞー。3で、カメン、カメバズーカ、ナイス。俺たちが、お気に入りだ。オッケー、10分前に当たった。初当たり投資6万円ね。オッケー、ダメや、もうハマりすぎ。今176回転、ここだな。ありがとう、ハマりすぎだよ。177回転、38分の1なのにサブだ、サブ。嬉しい、これ逆転あるかもしれないな。サムは連チャンすんだよな、地元のおばちゃん言ってました。サンキュー。この1-2は危ねえぞ。いやもう真羅万象、迷宮止水、あまだよね。止まっちまえ、もういい、止まれ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 、許せ。あーダメだこれ、行っちゃったよね。まずいぞこれに。ターン復活、許せ。スーパーシーストーリー、時短で戻す必要があるか。120回転、十分戻せるぞ。諦めんな。さあ絶対戻すぞ、絶対諦めない、絶対に諦めない心。おっとシーサーアオリー入ったよ。ファイブ、1テンパイできるのか。ダブルテンパイくらいで安心したい。あれ走る、これ。あーマジやったー、うわー嬉しすぎる、殺しるパターン。大きい海、勝てっかも、優勝できっかも。黒オッケー。カニさん、もうさっきまでね、目がすごい怖かったな、この動きが。今はもう怖くない、怖くない、ナウシカ状態。ああ、とっつかっか。はい、カニさん。ああ、ウリンちゃん、こんなの格変じゃん。今日ね、ちょっと昼間怒っちゃったんだけど、もうウリンちゃんを撫でるようにいきます。せーの、ウリンちゃんかわいいね。オッケー。真心。どうするこれで6みたいな。ぶん殴る、うん、5だね。これで1万発超えます。
待て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 、優勝あるぞこれ、このやつ。嘘やん、回避してよ。そこはもう絶対に確変と思ってました。昇格させるか。あ、ゴーゴーシーストーリー、サードシーズン神曲ね。マリンブルー、はい、終わりました。ワンチャン優勝あると思ってます。では結果発表どうぞ。まずカドノバーサスですね、133分の1、17の11、リグラシも結構148分の1っていう軽い確率で出てますと思われてます。戦乱神楽54の23っていう確率で上に2箱で別積みが2箱です。ビフォーデンは31の10で2箱、ドリフは12回初当たり引いてますね。タブータトゥーです、64の31回かな。乙女ボットも1箱持たれてます。シンフォギア46の16で上に半箱別積み1箱、こちら方44の21回で半箱分で、こちら方が41の12で2箱、反逆こちら方5箱で出てて偶数寄りなんで6あるかもって言ってました、17の12で、こちら方直撃されてますね。10の3回でもちょっと少ないかなと。でバイオ7が68の7で1箱半、十字架39の7で上にちょろっとと別積みが2箱で、その隣の台が39の3、ちょっと旗立て少ないかもしれないですけど、上に2箱と別積み4箱もあります。めちゃくちゃあるな。このスバ81の12回上に2箱で、アラジン70の3で上に1箱半と別積み2箱、シャマが16回当たって1箱半で、隣の鉄拳15の5回上に2箱で別積みが4箱分です。ラクエリオン、まあ、この台が一番初当たりとなって出玉取られてますね。33の6回上に2箱別積み2箱、カバネリ48の8回上に1箱別積み2箱、マイジャグです、こちら20の19回ちょっと合成確率わかんないですけども、上に1箱別積み2箱なんでずっと粘られてるんでありそうかなと。こちらの番長かなり悲しい感じなんですけど5、6回出ております。44の7回で1箱半、ミサオパネルが6回の、こちらもミサオパネルで7回、114の22回上に1箱別積み2箱、89の21回1箱、70の21回2箱で、こちらの方かな4、5、6回出てるそうです。で新鬼出てるのはこちらの方かな、38、16の上に1箱別積み1箱、隣の方が45の15回で1箱、フェアリーテール45の6回で上に1箱別積み2箱、こちらの方が30の27で1箱、35の28で1箱、46の36回上に1箱、手元に1箱別積み3箱です。でこちらの方が30の29で上に1箱ですね。39の43回上に半箱で別積みが2箱です。キングが29の4回ラッシュで1箱で、こちらの方もやめられてるんですけど、こちらの方も4回ラッシュ取られて今日5952枚ですね。めちゃめちゃ出てた。アネモネ25の16回で上に2箱で、エトタマ25の13で1箱、ピアス11の23で1箱、前後編49の13回で上に1箱で6ポイントおっしゃってました。リゼロ27の3、6回出てます。で隣の方は39の4回で1箱、この台とかも6回初当たり引いてるんですけど人はやめられてますね。エヴァ9回初当たり取られて1箱、モンハン黄金43回で上に2箱半で、こちらの方28回で1箱ですね。鏡の角の方粘られてる感じですね。23の8回で1箱、チングレは解析的にはいい感じですね。ちょっと何枚取られるかわかんないですけど、リノ4、5、6回出たそうです。バンツ当たり回数いいけどね、49の36って。ピラミッドアイでございます。45の40回パネル消えてるんで6回です。はい、以上です。というわけでこの後は結果発表いきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけでね、激アツの神奈川県横浜市戸塚区神矢部町での沖縄実戦終了しました。はい、またね、あの延長してすげえ押したやつがいるから。そうですね、うん、もうあの僕からがいいんじゃないですか。あ、ゆとりさんから行きますか。はい、多分ね、僕からがいいと思います。この感じ、動画のって感じでいい。なるほど、はい、僕あの打ち切りました。投資がですね、47,500円。はい、はい、おー、なるほど。11,875玉、そして回収が96玉なので11,779玉マイナスです。ちょっと中島の時あんまりね、めちゃめちゃ生きとったよな。そう、うん、そうなんですけど、うん、ね、口は災いのもとというか、うん、こんなすぐ帰ってきた、うん、もう魚群もなかった。あ、うん、魚群外れんのかよとかもなかった。仕事してない、ずっと無職だったハイビスカスモードにしたわけでは、ハイビスカスモードにしたっていう怒りもあった。あ、戻ってから、あ、もう俺のこといじめたことだと思ったわけで、ね、仕事してねえやついるから俺がハイビスカスモードにちょっとやってやりますよっつって、うん、そこからねすぐ全部なくなったし、うん、もうハイビスカスモードが呪われてるんだよ、うん、あれだけ基盤変わるから、うん、なるほどね。ということは中島の時はね、トップ争いしてたゆとりが今のところかなりの手痛い負債と。はい、そうですね、まあ僕はもうそういうことだと思って、もうとっくに覚悟完了って感じなんで。なるほど、はい、じゃあまあワロさんが一番ケツまでだったから俺がいいかな、うん、結局オキドキですね、移動もしようと思ったんですけど、うん、まあスロットで出た回るうちにパチンコに行くのはやっぱり自分の性分がスタートというわけで、オキドキを 2,3 分延長して続けました、うん、で結果いきたいと思います。年増えております。おお、22,000円。おお、1,012枚、回収が1832枚よってプラス820枚となりました。しっかり買ってますね。はい、しっかり買ったね。最後にね、沖縄の神様は俺に微笑んだよ。素晴らしい、はい、
いやありがとうございます、はい、ちょっと押しちゃったけどね、2、3分だけ押しちゃった。いや俺はもう君ら2人から延長ってきた瞬間に終わりだった終わりやんこんなのと思ってあと1分で当てるしかないみたいなというわけでこの時点で私はトップというわけで、はいはい、ありがたいことに坊主は回復と。くそー、あーよかったです。本当やな、本当に安心した。やっぱ頼れるのはパチスロよ。打ちたかったよ今回に関しては。俺も打ちたかったよ俺もう当たらない回生まれちゃうと思ったあそう、なんかね俺ちょっとだけ動画なんか触ってんけど、ワロスさんこのまま当たらまま終わるわけないやろって言っててんけど、どうだったんですかと、まあ、1時間延長してるワロスさんです。最後、はい、言います。はい、もう私、うん、もう打ち続けまして、はい、もうラスト10分まで魚群すらなし。もうこれついにやっちゃうんだと、うん、当たりがない回を、はい、もうでもしょうがないと、うん、最後はもう本当にもうお祈りしながらもう坊さんになる気持ちでもう謝ろうみんなにって思って、うん、その10分前に当たったんですよ、はいはい、これが突然確変で あれよあれよと連チャンしていって、はい、投資6万円枚数換算で3000枚回収11,259玉、よって枚数換算で2251枚、マイナス748枚です。あーだいぶ盛り返したんやな。いや俺途中優勝見えるわってめっちゃ吠えてたけど、うんうん、マイクも立ちてうわーだからもう終わったって終わったいやでもやっぱさすがやね、人間体感機最後に持ってきたね、はい、素晴らしいですお二人とも。おパチスロ YouTuber として、はい、もう完璧なお仕事をそんなもらしていると思います。いや僕名刺ミスとかもらったんでね、でもまあ今回は僕の優勝というわけでじゃあしました、回収があるんでちゃんと ありがとうございます。96玉です。正直さ、俺も6万円使ってるけど、まあそうよね、しゃーなしというか、まあ、まあ、そうですよね、ルールだから、うん、お預かりさせていただきます。というわけで何年ぶり、1年か2年ぶりぐらいの坊主という、そういう悪いこともしてない罰ゲームの方がまたそうだね不定してないよな、してない、うん、でこれ固定ハンドルしてないよな、うん、なんか差別的発言したしてないしないよな、うんうん、なんで坊主にならんといかんのかっていう、まあそもそも振り返ればやっぱ1年前にワロスさんがね3本100万再生しないと3人とも坊主になるっていうことがやっぱ今回の罰ゲームきっかけでございますから、残念ですけれども、あの2回目の坊主糸里さん大丈夫でしょうか。大丈夫じゃねえか。いやまあでももう全く当たってないで、うん、これやっちゃってるわでも俺もね、どうしよう、俺もそうなってたもん。どうしようやね、俺もそうなってた。いやなんか悪いことしてないって言ってたじゃん、うん、したあそう、当ててないもんやってる YouTuber だよね。なんかゆとり君途中でね、うん、しばらく強いっつって負けないって言ってたもんまあやっぱり逆境に強い男ですから、うん、というわけでこの後はゆとり君の、坊主会場ですかね。それではゆとりさん、キュフリお願いします。はい、もう2回目の坊主ってことで、もしかしたらもうね、画面が切り替わった瞬間に坊主の坊主 RTA みたいな雑な坊主、はい、お疲れ様ですということでスケジュールこちらってその可能性もありますからね、まあ、確かに、はい、まあおそらく生放送とかないでしょう。そうな、ないでしょう、雑に罰ゲームされてるでしょう、はい、ということで罰ゲーム会場へゴー。もう最後当てるか。もうこういうのもね、もう全然ない、これ何年できねえや。もうこんな日も7年間この日もずっとあったのに、ね、急に引っかかっちゃうんだもんね。すいませんでした、仕事しなくて。いやいや全然全然。偉そうにしてすいませんでした。はい、最後の10分まで生しないです。ずっと仕事しててすいません。第N回目総取り罰ゲーム。もう別になんか特に貯めたりしません。ちなみにですね、俺今競馬で3万3000円負けてすぐここ来た。かなり辛い、精神的に。俺みたいに髪が長い人がさ、坊主にするって結構なことじゃん。もうね、芝生くんもワロスくんもいない、飽きちゃってる俺の坊主に。だから生放送にもならん。だって1回目の時さ、俺がこうやって坊主した時、まあワロさん、芝生、あと青もいたのか、でもちろんスタッフもいたんだけど、みんなね、うわーみたいになったのに、もう全然無関心、早く終わんねえかなって顔してるスタッフも。しかも何が辛いってさ、下に敷いてある新聞、今日のレースだわ、これ全レース買ってる俺今日。菊花賞は惜しかったんだけどね。マジで頭の形綺麗ですね。なんかそれ前も褒められたわ。寺井ですら坊主にしなかったのに。いや俺が寺井宅の分もやってるわ今。いやいやそれはないしょってる。あとなんか炎上した人いた、アパチスロ界隈で。みんなの分しょうわ俺が。これで許してやってほしい。あ誰かいる炎上した人。お前すごいこと言うね。お前のその発言の方が炎上しそうなんだけど大丈夫？酔っ払った時の芝生くんくらい尖るじゃん。びっくりした。俺はそんなこと思ってないんでよろしくお願いします。今のサトシの分はしょうがない。炎上したら俺が坊主になるから。でもお前が坊主にしてもあれだよ、セブンズ TV って別にパッスル負けて坊主にするんだから反省してないでしょって言われて俺だよ。で例えば本当にまあ丸めないといけない不祥事が起きた時にセブンズ TV はどう対処しますか？誠意を持って謝るよ。
はい。ということで、おそらく YouTube 史上で坊主が罰ゲームの動画で最も早かったセブンズ TV 最新スケジュール、こちら。よろしくお願いします。来てくれた方には坊主 RTA ステッカーをお配りしております。ぜひもらいに来てください。ということで、ゆとりお前実戦何にもなかったんだから、そりゃ罰ゲーム受けるだろう。っていうか、お前罰ゲーム受けすぎなんだから、もうちょっと頑張れよって思ったそこのあなたは、ぜひねチャンネル登録をして、坊主になると引きが強いと言われている僕の引き強になった総取り実戦、お楽しみに。そして今回の総取りもなんだかんだよかったよって思ったそこのあなたはね、高評価の方よろしくお願いします。ということで、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。